けて生活するというのはどれだけ過酷かということを今年の夏はよく教えてくれますよね。ただまあそんな日も残り約2週間で終わりを迎えます。2週間後には楽しい楽しい、そして短い夏休みが待っています。で、まあ、夏休み2週間前を意味するということは同時にね、テスト1週間前を意味するということにもなります。まあ、真面目な学生さんでしたら学校の授業が終わったらすぐに家に帰って自主学習を始めるだとか、学校に残ってね、先生に質問しに行く、あるいは残った課題を終わらせるとか、そういったことに勤しんでいらっしゃると思います。実はね、僕はそういった学校に残って自主して、ね、まず机に向かうということ自体僕は苦手でね、机に向かうと自主学習でね、もちろん授業中はそんなことを、たまにしちゃうこともあるんですけど、そんなね、めちゃくちゃサボるとかそういうことはなくて、あれなんですけど、自主学習で自分で勉強する、別に他人に言われて勉強するわけで、自分から勉強するという時にはやんでるのかな、だんだん意識が遠のいていくというか、やっぱりね、その集中力が持続しないんですよね。じゃあ僕はどこにいたら集中できるのかというと、後ろに映っております列車内一択ですね。僕はもう列車に乗ってね、そのモーターの音を聞いて、モーターエンジンもありますけど、それはね、座席に座って揺られて、で、そういう環境の中でしかおそらく集中して勉強することができない体質なんですね。だから今回テスト1週間前になった今、再び列車に乗って勉強を始めようというわけです。とりあえずね、僕の学校の最寄り駅魚住駅というところなんですけど、そこから姫路まで帰ってきて、で姫路駅から先から先ね、今回どこに行くかなって、今回イコカに5000円ほどチャージしてますので、行き先はどこでも、行って帰ってくる日帰りだったらどこにでも行けるわけですよね。で、姫路から先、経路というのかな、候補地が4つあって、でまず1つ目が姫路から先北西方向に紀新線というのが伸びてるんですけど、紀新線に乗って佐用だったり佐用あるいは光月方面、わかるかな、兵庫県の、北西にあるちょっと内陸の方のね、そっちに向かう路線があるんですけど、ただその路線はね、とにかく乗り換えが多くて、勉強を始めよう、いざ始めようと思ったら2駅ぐらいでもその列車が終点になってしまうんですね。だからそれはちょっと勉強に集中できないなっていうのがあってね、紀新線も近いうち乗る予定があるんですけど、そしてね、候補地2つ目が姫路駅からまっすぐ北に伸びる万丹線という路線です。そこにもね、103系という古い車両があって、もうとても好きな路線なんですけど、そこはね、座席がこうやってこっち窓があるとしたら、こういう横方向に並んでるね、ロングシートっていうんですよね。ロングシートだったら横に人が来ることもあるし、あるいは景色を見るには後ろを向かなきゃいけない、ちょっと景色をちらちら見ながら勉強するのが好きなんで、それでちょっとロングシートの103系は勉強には向かないなと思って、その万丹線もやめにしました。万丹線は普段からよく乗っているので別にいいかなと。で、続いて3つ目の候補、それが魚住駅ってね、神戸方面から姫路駅に持ってきたんですけど、そこから再び折り返して神戸方面新快速に乗っていくということです。JR 山陽本線あるいは東海道本線は新快速っていう高速の列車がものすごい頻度で走っちゃうんですから、それに乗ってね勉強するというのもいいんですけど、ただね、それするにはまず一回姫路駅の改札を出てもう一回入り直さなきゃいけない、それが面倒くさかったのと、あと普通に神戸大阪方面に行くと、帰ってくるのは夕方になる、夕方というかもうほぼ夜、7時ぐらいに帰ってくることになるんですよね。その時間帯ってやっぱ向こうの方ものすごい混雑なんじゃないですか。だから感染、コロナウイルスのね、感染拡大防止のためにもあまりあっちの方面には行かない方がいいなと。で、候補地4つ目が姫路市からまっすぐ西へ向かって、IOE あるいは播州学校、そこで2択分かれるんですけど、そちらのまっすぐ西の方に向かう田舎、岡山方面ですね、そちらに向かうという経路があります。ちょっとね、急いでの乗り換え急いでちょっと息が切れてるから今喋ったのでだいぶ疲れたんですけど、でね、IOE から先もまた2つ行き先があって、 IOE から先山側の山陽本線を通るか、そしてそれがもう海側の赤穂線っていうね、路線があるんですけど、そこを通るか
で、まあ、その2択で選んで迷って、で山陽本線もいつも乗ってるんですけど、赤穂線はやっぱり前世乗り通したことが何回も数えることしかないなと思って、今回とりあえず赤穂線、今ここにいるのは播州赤穂駅というものになってます。長い説明が終わった、あー疲れた。でね、今後ろに止まってる車両、実はこれ、ね、皆さん分かりますか、当たりの車両なんですよね、鉄道マニアにとっては。これあの湘南色っていう、あのかぼちゃ色とか言われるんですけどね、あの濃い緑と俺ダイヤ色、この2つはね、この車両はもともと東京、まあ、三鷹の車両区に所属していた中央線、中央本線のところで走ってた車両なんですよ。これがね、岡山に転属になって、で今はその岡山近辺の、まあ、ここは赤穂市ですけど、その辺を走っている。この車両はどこまで行くのだったかな、行き先覚えてないけど、例えばこの車両は、例えばね、この播州赤穂駅を出発して岡山へ向かい、そこから先ね、博美線というところに入って、もう新見とか目指す、そんな、ね、長距離ロングラン列車もあるくらいなんですけどね。ただちょっと出発時間は迫ってるんで、とりあえず車内に入ります。車内に入るとこうやってベラベラ喋ることができないんで、今のうちに喋っておきたいんですけど、これね、内装もね、また国鉄って皆さんご存知ですか、日本国有鉄道、まあ、JR になる前の国が運営してた鉄道会社なんですけど、その時代に作られた車両なので、車内もすごい古いんですよね。もう大体この30年ぐらい前かな、だいぶ出発時間30分、あと3分か、3分あれば大丈夫かな。その当時の内装をとどめている。今ね、もう全部座席が取っ払われて新しくなってしまってるのが多いんですけど、これはね、その当時の研究をとどめているから、まあ、僕たち鉄道マニアにとっては嬉しい車両というわけです。じゃあ中に入って早速勉強を始めていきたいと思います。Gracias.
古い車両になると窓枠には、ね、金属が使われるということが多いんですが、このね、頭の悪い方というのはこうして金属を見ると削らなくては気が済まないそうですね。ここに書いてあるのは、ひなさんとかね、誰だっけ、小早川勝最強、これも知らない、サトシ、こんなこと書く必要あるのかっていうのは、そんなんでね、公共のものを傷つけて、まあ、その行為自体も許されざることですが、もうちょっとマシなこと書けないようにね、例えばこの名前を書くにしても、例えば渋沢栄一とかね、次の一万円札の顔の人ですけど、ね、だったり、あと物理の方程式とかここに書いておいてあげたら、もしかしたら受験生の助けになるかもしれませんよ。このインベという駅では反対列車待ち合わせのために5分少々停車しています。ですから僕もね、列車の外に出てきました。これはね、もう周りの看板見てみると、あそこには備前天正堂ってありますね。天正堂でいいのかな、備前と書いてあったり、こっちにはライオンズ岡山、そう、僕はもうここ岡山県に入っています。ご利用くださいましてありがとうございました。降りの際は